はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の解差数列丸2をお送りします。で、前回からね、解差が始まって、これ2本目で、前回ポイント込みで、まあ、解差数列ってこんなんだよっていうのをやりましたんで、今回は問題演習を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず解差数列、まあタイトルにもついてるんで両方解差なんですけど、解差数列って何って思う方は1個前の動画をぜひ見てみてください。そこでまあ説明もしてるので、で、まずやっていくと、今までね、等差、等比で、まあ解差がこう、できなかった、解差がね、今回足されたんですけど、これ2ずつ減ってるとかなってないし、これずつかけてるっていうのもないので、まあ、ひとまず解差で勝負すると。で、ここの差をね、見ていくと、まあ、右から左を引くので、マイナス2なんだよね。で、次がマイナス4、マイナス6の、マイナス8となってるんで、あ、これ特徴あるわって言って、解差数列で勝負していく。で、まあ、途中式を書かなきゃいけないことが多いので、まず AN。これ元のやつね。10、8、4とすると、で、解差数列の方だいたい BN と置きます。 BN はさっき書いたやつ、引いたやつね。マイナス2、マイナス4、マイナス6となる。あごめん、解差数列ってことは言い忘れちゃったとすると、ちょっと待ってね、解差数列 BN イコールマイナス2、マイナス4、マイナス6となる。で、これどんな特徴があるかっていうと、マイナス2ずつ減っていくんだよね、この数字っていうのは。つまり、等差数列になってる。で、初項がマイナス2、交差がマイナス2だよね。の一般項を求めればいいので、もちろんそれ書いても構わないんですけど、まあ、ここに関しては、よって、BN イコールは一応出すか。初項マイナス2プラス N マイナス1かける、交差のマイナス2と。これなんか計算するとマイナス 2N になるんだよね。で、BN 解差数列の方の一般項は出せましたと。そしたら準備完了なので、忘れずに N が2以上の時、これ絶対書いてね、時に AN イコール、これここから公式です。まず A1 が来るので、 A1 ってのはこっちです、10の方ね、プラスシグマのK が1から N-1 のこれが入る。で、これは BK が来るんですけど、N のところを K に変えればいいだけなので、-2K と、こうなります。さて、あとどれくらい入るかな。いけるな。よし。で、下行くと、まあ、10そのまんま。で、これ、-2ちょっと前に出しちゃいますね。-2 かけるシグマ K なんで、2分の1。で、N のN-1 になります。で、ここは、シグマが K から、K が1から、N-1 なんでこうなるんですが、なんでこうなるかっていうのはちょっとマイナスで確認してください。ガチで説明してますんで、そこでね。で、あとはこれを計算するんですけど、まあ、約分して消えるから、あとはまあ配ってまとめればいいね。マイナス、N の2乗、プラス N、プラス10と。これが AN になります。で、忘れちゃいけないのが、いや、ちゃんと確かめてからしようか。N に1を入れます。そうすると、マイナス1、プラス1、プラス10。なので、計算すると10なんだよね。ってことは、A1 がちゃんと10一致してるので、これは、N イコールの、N イコール1の時を満たすと。この一言も必ず、つけて、これで終了となります。
でちょっとね、最初の板書量が少ないと視点がちょっと合わないんでね、ちょっと戻しますね。ちょっと動いたらごめんよ。よし、で、じゃあ2番いきましょう。で、2番もですね、まあ、3ずつ足してんのかなと思ったらそうもなってないし、じゃあ4ずつ書けんのかなと思ったらそうもなってない。だから、等差等比で勝負ができないので、じゃあ解差でいこうといった感じでいきます。ちょっと書いておこうか。引くと3でしょ ?9、ここが27の81か。まあ、こうなってる。まあ、その数字に特徴があるので、解差、わかんない。解差でね、勝負していきます。で、まあ、基本的に同じように書いていけばいいので、an イコール、もともとのね、1、4、13、40、121…とすると、解差、数列 bn イコール、その引いたものなんで、3、9、27、81…となる。じゃあこの bn、解差数列の方どんな特徴かっていうと、これ3ずつかけてんだよね。サザン学、九三27、27×3 って81なんだね。つまり、初項が3です。初項3の項比が3の等比数列になります、こいつ。だから、よって bn イコール、等比数列の方は、初項かける項比の n-1 乗です。arn-1 乗だからね、公式が。で、これはですね、3が、ね、同じ3と3なんでくっつけることができる。で、これはここに1乗があるから、肩の数字を足すことができるので、1プラス n-1、つまり、3の n 乗になります。一般項がね、bn の。で、BN の一般項が出せたので、準備完了。じゃあ、こっから勝負しよう。つうことで、こっからいきます。N が2以上の時。ちょっと左上に行こうか。AN イコール A1 なんで、こっちですね。1プラス、シグマ、K が1から N-1 の時の、これの N のところを形状に変えれば OK やと。こうなります。で、1プラス。で、これですね。3の形状です。まあ、これはシグマの時の公式でやりましたけど、これって、今3なんで R-1 使うよ。これ分の R カッコ、R の N 乗マイナス1です。シグマのホニャララの形状の時ね、K-1 乗と混ざらないようにね。で、こうなると。で、これ当てはめていくとさ、まあ、3なんで、その R がね、3-1 乗でしょ分の R なんで、3、カッコ、3の N 乗マイナス1にしたいんですけど、ここの部分と一緒で、N だったところが N-1 に変わってます。その時は、基本的にこの公式の N のところを N-1 に変えちゃって OK です。だから、3の N-1 乗ね、ここね、変わる。で、引く1と、こうなります。まあ、前回のね、動画の時にも言いましたけど、ちょっと下がね、変わるとまた話が変わるんですが、基本的に上の部分が変化した時は、その N だったところを N-1。もし、上が N-2 とかになってたら、N だったところを N-2 に変えれば公式使うことができるので、まあ、こんな感じで。よいしょ。つって、あとはあれをまとめていきます。で、これね、右もう一回いけっかな。ちょっとごめん、幅ね、詰めちゃって申し訳ないんですけど。プラス、下は2分の2変わるでしょ。で、ここ上なんだけど、3先に配っちゃっていいと思います。まあ、自分は。で、3配ると、3×3 の n-1 と、さっきと同じだね、これと。だから配ると、これ3の n 乗になる。ここ配ったね、ここ。で、3を後ろに配ると、-3 となります。で、こうなって、分解すると、1プラス、ここ分けます。2分の3の N 乗、マイナス2分の3、ここ分けただけね。で、1とマイナス2分の3が計算できるので、先にここ書いちゃおうか。2分の2だよね。だから2分の2、マイナス2分の3するから、
マイナス2分の1やと。で、このままでもいいですけど、2分の1くくり出せるので、まあ、これの方が綺麗かな、ここは。いや、最後答えなんで、ちょっと大きく書こう。2分の1、括弧くくり出すので、3の n 乗引く1と。こうなります。これが an、一般項ですね。で、1を当てはめます、最後に。n のところに1を入れると3の1乗、つまり3引く1です。2だよね。で、2分の1があるからかけると1になってちゃんと一致する。つまり、これは n イコール1の時を満たすと。書いて OK、終了となります。入ったね。OKOKOK。っていう感じです。まあ、最後のちょっとまとめ方とかはね、先生によって指示が違うかもしんないですけど、まあ、自分はまとめるかな、この時は。2分の1食い出してね。まあ、こんな感じでやってみてください。では、今回は高校数学数 B の解差数列丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、もう一本です。解差数列。ね、次回丸3でまた問題演習やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。